皆さん、こんにちは。西です。今日はですね、来月のね、5月の4日、5日、6日、7日、これ、ポチフェス、秋葉原でポチフェス、UDX ビル4階ですね。僕は前回行った時は10、あ、9月か、9月に行ったことあるんですけど、9月以来の秋葉原開催ということで、まあ、4日間って僕初めて見ましたね。だいたい3日間とかね、2日間とかなんですけど、この鉄道模型フェスティバルが秋葉原であるということで、まあ、入場無料みたいですね。で、5月4日、これは初日は19時までやってるんですね。で、5日は何もないのかな。で、6日はオークション、千本釣り。あ、千本釣り、3月のね、先週の新宿ポチフェスでもやりまして、僕も千本釣りやったんですよ。そしたら、1000円のお買い物券当たって、なんか紐引っ張るとね、なんか、まあ自分で紐引っ張るわけじゃないんですけど、番号、自分の好きな番号言ってくださいって言って、73って言ったのかな？ 73 って言ったら、なんか、ポチのスタッフさんがね、紐、その73番の紐を引いてくれて、引いて、当たったのが1000円分の買い物券。4月14日までなんで、まあこの辺、ちょっとあんま期間ないですけどね。で、ポチフェス20周年記念復活オークションっていうのがあって、5月7日はシークレットイベントということで、まあ子供の頃に戻れる4日間とかってね、YouTube のチャンネルではありましたけど、4日間ね、まあゴールデンウィークですね。まあちょっと行ってみようかなとも思うんですけど、車両もね、E231 系とか結構並んでますね。これ常磐線ですかね。はい、ということでね、まあ鉄道模型興味ある人はね、行っていいかなと思います。早速ね、今日ポチ行ったんですけど、もう早速このパンフレット置いてあったんで、ちょっともらってきたんですけどね。まあこういった感じで、鉄道模型フェスティバル in 秋葉原のポスターをね、ちょっと動画に撮ってみました。まあ以上で、ニーシーでした。